今日はですね、ちょっといただいた質問で、このエンジンオイルのドレーンボルトありますよね。で、このドレーンボルトについているこのドレーンワッシャー、これが外せない時がある。この場合もそうなんですけれども、これワッシャー外せないんですよね。交換したいんですけれども、このワッシャーどうやって外したらいいですかという質問をいただきました。これなんですけれども、まあいろんなやり方あると思います。例えばこの隙間をこじて外す方法もあると思いますし、どうでしょうかね、まあいろんな方法あると思うんですけれども、僕がよくやるのは、このワッシャーをプライヤーか何かでつまんでおいて、でこのネジの部分じゃね、ボルトの頭を回すという方法があります。ちょっとやってみましょうか。これ撮影しながらだとやりにくいかもしれませんが、ワッシャーを、まあワッシャーだけね、こうやって固定します。掴んで固定した状態でこう緩める方向、こんな感じで緩める方向に回していくと、グイ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 と、まあ、緩めるときに、こっちへテンションかけながらですね、テンションかけながら緩めていくと、こんな感じで、よいしょ、はい、外れました。まあ、こうすればですね、こじることもなくてですね、こじてしまうとこの、ボルトのネジ部分を傷めてしまう可能性がありますので、まあ、これが一番優しい方法じゃないかなと思います。これだいぶ潰れてますね、こんな感じで。まあ、このワッシャーが抜けなくなる原因っていうのは、このワッシャーが潰れてしまったことによって抜けなくなるということがほとんどだと思います。なので、まあ、そういった、ワッシャー見つけたらですね、交換した方がいいと思います。で、交換の際は、まあ、こんな感じで抜き取りして交換すればいいと思います。はい、こんな感じですね。はい、というわけで、今回はちょっとニッチな話になるんですけれども、ドレーンボルトからのワッシャーの外し方を紹介させていただきました。まあ、他にもいろいろやり方はあると思います。まあ、皆さんの、ご意見もコメントでお聞かせいただけたらいいかなと思います。はい、というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。